はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、ディアブロ4の、エンドコンテンツの一つ、ナイトメアダンジョンをね、クリアすると、グリフの強化というのが、行えるようになるんですけども、まあ、このグリフの強化ですね、まあ、ランク15にすると、このグリフでね、覆える範囲が、まあ、15マスまで広がっていったりとかね、結構、火力のね、強化範囲としてね、大きな要素になってくるんですけど、こちらですね、まあ、15で、範囲が広げられて、まあ、21まで今まで強化できてたんですけど、なんかですね、こちらのシーズンの情報を見るとですね、なんかちょっと気になる、部分があったので、今回ご紹介したいなと思うんですけど、まあ、こちらのチャプターの、6ですね、を、見ていただくと、6の中にですね、ナイトメアダンジョンをクリアした後、パラゴングリフをランク25に強化するという、項目がね、一つ、ありまして、今まで21だったんで、25まで強化できるのかという、まあ、期待膨らむ、情報がね、ここに載ってますので、もしね、25まで、まあ、パラゴングリフ上がるとなると、まあ、かなりね、火力が、増強できるんじゃないかなと思いますので、まあ、よりね、ビルドの組み替えがあるのかなと思いますね。まあ、終盤特にレベル100を超えてからはですね、こういったグリフをね、育てていくっていう部分と、あとね、まあ、装備の各、特性値を揃えていくっていうのがすごく大事な要素になってくるんですけども、まあ、これをね、並行してやっていくだけで、まあ、火力の方が、下手すと、2倍、3倍、ぐらいね、ガンガン上がっていくような感じになりますので、まあ、もしグリフが21上限だった時と25上限だった時で比べると、まあ、相当火力は上がるんじゃないかなと思うので、まあ、ナーフも来てるとはいえ、もしかすると、プレシーズンを超えるような、火力が、キャラクターで出せるかもしれませんので、ぜひグリフ上げの方もね、一生懸命やってみてほしいなと思います。まあ、グリフ1ランク上げてもそんなに火力上がらないよっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まあ、グリフの特性上ですね、範囲内にある、例えば、この、搾取だったら、範囲内で敏捷性が5を購入されるごとに脆弱状態が、を与える、ダメージが 3.1 増加するという効果なんですけど、まあ、敏捷性がね、たくさん取られてれば取られてるほど、ここがね、増えていくような形になるので、まあ、例えば今だったら、39なんで、9個分ですね、9倍ここのね、ダメージがかかっていくという形になるので、なんていうのかな、結構一つの、グリフのランクアップっていうのがバカにならないっていうところと、あとですね、グリフ大体どのビルドもですね、複数のグリフを、掛け合わせていく、まあ、大体レベル100だと、まあ、4枚から5枚とか、まあ、多く取る人だと6枚ぐらいまで取れちゃいますので、まあ、それがね、こう、掛け算的に、乗算的に、こう、ダメージが上がる、ものなんかを取っていくパターンが多いので、なんていうのかな。たとえ、0.5 のね、ダメージ量の違いでも、まあ、範囲内のね、取得量と、あと、なんていうのかな、各、グリフのね、掛け合わせでむちゃくちゃ火力が上がっていく可能性がありますので、まあ今シーズン、グリフ上げもね、かなり熱いのかなと思いますので、まあ、ちょっと火力が下がっちゃって残念だよと思っている方は、こういったね、前向きな情報もありますので、ぜひ、シーズンの方楽しんでみてほしいなと思います。はい、今回は、まあ、まだね、私も25まで開けたルーンってない、グリフがないので、確定的なことは言えませんが、まあ、今回はね、前向きな情報が出てきてよかったかなと思いますので、ぜひ、シーズンの方も頑張っていきたいなと思います。それではまた次回の、動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。チャンネル登録の方もぜひ、よろしくお願いします。